皆様大変お待,たせいただお待たせいたしました。えー、本日は Amazon クイックサイトで作るゲームダッシュボード、KPI ダッシュボードを最速で用意するためにというテーマで、えー、イベントを開催させていただきます。皆さんお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。えー、本日の内容なんですけども、えー、イベントのページでお伝えいたしておりました通り、 ゲーム開発、運用等で、ユーザーの動向であったり、売上の動向、あとはゲームプレイの状況ですね、こういったゲームの状況を詳細に把握して、日々ゲームを改善していくことが一般的にはなっております。で、AWS としては、こういったゲーム内の情報を実際に分析するための、KPI の分析のためのツールとして、Amazon クイックサイトというものを提供いたしております。 で本日は実際にその Amazon クイックサイトの説明デモを踏まえて本日参加しておりますゲームソリューションアーキテクトが実際にゲームをテーマにしてダッシュボードを作りましたので、まあ、そちらをベースにご説明しながらイメージを皆様に持っていただければなというふうに思っております1時間程度となりますが皆様よろしくお願いいたしますで、えーと イベントの開始前に少しだけ、えー、宣伝をさせてください。えー、Amazon ゲームテックナイトというイベントを定期的に実施しておりまして、今年は毎月第3火曜日に開催する予定でございます。で予定としては 今こちらに出しております通り今回の2月の15日 Amazon クイックサイトで作るゲームダッシュボードのほか3月には機械学習向けの機械学習向けのアップデート等を実施していきますで4月5月6月とともにさまざまなテーマを準備しておりますぜひ皆様ご参加いただければと思いますまた 2月24日、こちらもオンラインの開催になるんですけども、AWS イノベート AIML エディションの注目セッションという形で、ゲームビジネスの成長を支えるサーバーレスな分析、機械学習基盤というテーマで、本日、ご参加もしております渡辺がセッションを持っております。 こちらもゲーム関連の分析のセッションとなっておりますのでぜひ皆様ご参,加ご参加いただければと思いますそれではお待たせいたしましたが本日のセッションに入りたいと思いますまず最初に本日参加しておりますメンバーのご紹介をさせていただきます私本日進行を務めさせていただきますソリューションアーキテクトの藤原と申しますよろしくお願いいたします えでは順に自己紹介の方をお願いします最初渡辺さんお願いしますはいえっと同じくゲームのソリューションアーキテクトをしております渡辺慎太郎と申しますで普段はあのゲームのお客様を中心に AWS 活用のご支援をさせていただいているとともに、えー、こういったゲームの分析に関するえっと情報の発信などもさせていただいております本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでは 次に石井さんよろしくお願いいたします。はい、同じくゲーム S.A. の石井と申します。石井貴弘です、えー。ゲームデベロッパーとしてもいろいろやらせていただいておりますので、さまざまなところでゲーム独特な AWS の使い方ですとか、まあこのゲームテックナイトライブでもまたいろんなお話をする機会があると思いますので、よろしくお願いします。 えでは次にスミさんお願いしますはい、同じくゲーム SA をしておりますスミと申します主に西日本でゲーム関連企業のお客様の技術支援を担当させていただいております AWS に入る前はスマホゲームのプロデューサーとかディレクターとかもやってた経験があるので今日はそういったプロデューサー目線でお話ができればなというふうに思いますよろしくお願いしますでは次山本さんお願いしますはい同じく aws でソリューションアーキテクトをしております、山本潤也と申します。普段はですね。あのゲームの開発されているお客様の技術支援をさせていただいております。前職も私もですね。えっとモバイルゲームの開発に携わっていたこともあって、そういう経験をもとに、今回はダッシュボードを作ってみた。作ってみたので、その点を楽しみにしていただければと思っております。 ありがとうございます。えー、それでは早速、えー、最初の最初に、えー、渡辺さんの方から、えー、クイックサイドのご紹介をしていただくんですけどもあの本セッション全体を通して何かあ質問であったりコメント等がございましたらツイッチのチャットの方で ぜひ、えー、コメントいただければと思っております。ちょっとコメントを書き込むためには、あの通知の会員登録が、あの必要になってはなってしまうんですけども、ぜひ、えー、何かございましたら記載いただければと思います。えー、それでは最初にあのー、渡辺さんの方からクイックサイトのご紹介をお願いいたします、はい。はい、ありがとうございます。今画面映っておりますでしょうか。 はい、ありがとうございます。では、私の方からですね、本日の、あの、この後の、あの、ソリューションアーキテクトによるクイックサイトの、あの、デモの、デモというか、あの、ダッシュボードの、あの、サンプルの前にですね、あの、クイックサイトのサービスのご紹介と、あと、簡単な、あの、操作デモというところをですね、あの、させていただきたいと思います。 先ほども申し上げましたが、簡単に自己紹介させていただきますと、私、渡辺慎太郎と申します。現在はですね、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社で、ソリューションアーキテクトということで、主にゲームの開発をされているお客さんを中心に、AWS 導入のご支援をさせていただいております。こちらが今回のですね、アマゾンクイックサイトのご紹介に関するアジェンダとなります。 最初にクイックサイトのご紹介の前にですね、ゲームビジネスにおけるデータ分析ということで、ゲームビジネスにおいてなぜデータ分析が必要なのかというところであったり、どういったデータを分析するのか、あとはデータ分析に関するトレンドというところをお話しさせていただいて、クイックサイトが どういったところで役立つのかというところの事前の認識合わせをさせていただきたいと思います。その上で Amazon クイックサイト、どういった特徴を持ったツールであるかというところをご紹介させていただいて、クイックサイトを実際に利用していただく際の利用イメージとデモのご紹介をさせていただきます。さらにはですね、Amazon クイックサイト、単なる可視化のツールではなく、機械学習を使った機能もビルトインされているというところがありますので、発展的な可視化に加えて、発展的に機械学習 をを活用しししててていいいいたたたただだく方法そういった機能のご紹介をさせていただきままま最後にととめといたします、はい、では最初にゲームビジネスにおけるデータ分析ということでなぜゲームにデータ分析が必要なのかそしてデータ分析においてどういった課題があるかなどをご紹介させていただきますなぜゲームにおいてデータ分析が必要なのかというところですが端的に申し上げますとゲームビジネスを成長させて継続的に ゲームゲームの収益性を高めていく収益を拡大していくためということになります。まこちらにあるのはですね、まデータを活用してゲームの収益を拡大するために分析をしてまあ,あの。 ゲーム自体をですね、こう改善して、高めていくことで、より収益が拡大していくといったイメージを模した図となっているんですが、流れとしてましては、まず、ゲームをプレイされているユーザーからまあ多くのデータを収集する、そしてそのデータをもとに分析を行って、より優れたゲームデザインをえまあ構築していく、より優れたゲームを構築していく、ゲームを改善していくと。それによって、より優れた体験がまあゲームの中で生まれることになり、より多くのユーザーを引きつけるという形になります。 まあ、そして、そのより多くのユーザーが、まあ,あ、ゲームの中をプレイすることで、より多くのデータが生成されるので、まあ、さらに、その、多く生まれたデータを活用して、ゲームデザインの改善、多くの人に喜んでもらえるゲーム作りっていうところにつなげていくという形でですね、データを使って、 ゲームを改善し、改善されたゲームからまた多くのデータを取ってということを繰り返していって、ユーザーの数を多くしていきながら、ゲームの収益の拡大を図っていくというのが、ゲームにおけるデータ分析、データ活用の大きな流れ、狙いというところになります。ゲームにおける分析対象のデータ例というところですね、実際にまあじゃあ、そのデータをこう取るといっても、どういったデータを取るのかというところが疑問になるかと思いますが。ああ 私のほうではで、こういったデータが分析対象のデータとなってくるのではないかと思います。1つ目はですね顧客データというところで、例えばユーザーのログイン履歴だったりとか課金履歴といったゲームをビジネスとして捉えたときのユーザーの動向。 行動履歴とというところを残したデータになりますこのデータを見て分析することによってゲーム内イベントだったりとかマーケティング施策といったようなゲームをビジネスとして運営していく上での施策の打ち方を検討したりとか実際に打った施策の効果測定というところに活用できるのではないかと思います。 で次にですね、ゲームプレイデータということで、まあ、これは実際にそのゲームの中でユーザーがどういった行動をしたかとか、まあ、ステージをクリアしたかどうかとか、まあ、あとはゲームの中でどういったアイテムを持っているユーザーが、まあ、あの、クリア率が高いのかなどといった、まあ、ゲームのプレイ状況に関するデータです。まあ、これを、えっと、ユーザー全体の規模で、まあ、収集して分析することによって、まあ、自分たちのゲームデザインが想定通りのものとなっているのかということであったり、まあ,あ、るいは、え行度コこう、 あのゲ,ームの中ゲーム内の進行度が高いユーザーというのは、どういったものを、アイテムを持っていたりとか、どういったトレンドがあるのかというところを捉えることができるようになります。これによって、自分たちが意図通りのゲームを提供できているかというところを図ったりとか、あるいは今後のよりトップラインのユーザーに対して喜んでもらう施策としては、どういったものがあるか、どういったステージが良いかなどのゲームデザインの改善であったりとか、その後の追加コンテンツの検討というところに活用できるのではないかと思います。 あとは、これはゲームの中から取れるデータとも限らないのですが、ソーシャルコミュニティデータということで、例えばゲーム内のチャットだったりとか、あるいはツイッターなどのソーシャルメディアというところへの書き込みを収集して、どちらかというと、定量的な情報というか、は定性的な情報に基づいて、ゲームの評価など、評判であったりとか、今のユーザー感情というところを捉えていくということもできるのではないかと思います。 このようにですね、ゲームにおいても分析できるデータ、多種多様にあるわけなんですが、じゃあ実際にそのデータ分析というものを導入していく上で、どういった課題とかチャレンジがあるのかということを次のスライドでお伝えします。 これはですとこちらにあるデータ分析のトレンドというのは、必ずしもゲーム業界に限らずですね、あの、多くの業界で当てはまるものではないかなと思っております。一つ目がデータ容量の爆発的増加ということで、分析対象となるようなデータの収集の手法というところがま様々出てきておりますので、それに伴って、分析対象となるデータの容量自体も増えてきているのかなと思います。 またさまざまなデータソースからデータを取り込む、データベースであったりとか、あるいはクライアントログというところからも取り込むことになったりというものもありますし、その取り込むデータの種類というところも多様化してきているのではないかと思います。また、多くのユーザーからの利用ということで、これは分析を行うゲーム運営側のユーザーというところになるんですけれども、その分析を行う人は必ずしも分析の専門的な知識を持った えー、メンバーだけではなくです、ねあの、運営チーム内、運営にゲーム運営に関わる人たち、みんながまあデータを見るというところになってくるかなと思います。まあ、あとはの多くの用途での分析というところで,です、ね、あのまあ、単純にこう可視化であったりとか、グラフを出したりとか、まあ、あるいはこう合計値を出したりとかっていうところだけではなくです、ね、まあ、機械学習での活用であったりとか、さまざ、あ、まな分析手法というところをこう、えー、当てていくことになるかなと思います。 そうですね。まあ今お話ししたところをまとめますと、このような形で、まあユーザー数とか取得データが増加しているというところであったり、まあゲームがヒットしていけばもっと増加していくというところだったり、まああとはデータソースとしてもデータベースから、まあサーバーからクライアントからと、まあ多岐にわたっていて、まあ当然そこで取得され,たされるデータの形式も様々ありますというところですね。まあそして運営チーム内でデータ分析の文化を醸成する必要が、データ活用していく上では必要になってきますし、 まああの単純に分析と一言に言っても様々な分析手法を導入していく必要が出てきますというところですね。今回の,まああのご紹介するクイックサイトというところもあのスコープとしてはまあこちらになりましてまあやはりその運営チーム内でデータ分析をこうしていくという中ではですね、単独のアナリストが データを取り扱って分析するというだけではなく、ゲーム運営、ゲームデザインの調整っていうところに携わる人から、マーケティングに携わる人まで、幅広くみんながですね、データの分析、可視化されたデータの中からトレンドを読み取るということをしていく必要がある。そこの課題に対して何かしらのソリューションを当てていくことになるというものではないかと思います。 でこのようにですね、多くのユーザーが、ユーザー、運営メンバーがデータを見ていく、分析するという上ではですね、あの、可視化というところが、当然、データの可視化というところが、まず必要なことになってくるかと思います。これは多くの運営メンバーの方々がですね、正しくデータを把握できるということが、高度な分析、分析から 洞察を得てててゲームの運営にに生かしいいいいくくとととうことにつながっていくと思います、まあ、ただあの実際にですね、こう可視化のツール、BI ツールと俗に呼ばれるものをですね、導入するとなると、まあ、やはりその見るユーザーによってあの使い方、まあ、使う頻度であったりとか、まあ、使う中でのこうグラフの,あの扱い方、データの扱い方ということも異なってくるので、まあ、実際に自分たちであの実行環境を用意して、まあ、あのシステムを構築していくとなると、まあ、その 技術者の目線で言えば、システム負荷を事前に想定することは困難になってくるかなと思います。ま,あ、また、さまざまなあの要件に合わせて、ツールの刷新を行ったりとか、ああ負荷に合わせてこうインフラ面の調整を行ったりなんていう、運用コストもかかってくるのではないかなと思います。 あとは BI ツールですね、一般的に言われているところとしては、ライセンス購入というところが最初に必要になりますというところで、BI ツール使うかどうか分からない人の分も含めてです、ね、ライセンスを一括で購入するなどの高額な初期費用が発生してしまうこともあるかと思います。あとはえっと そうですね実際にこう BI ツールをこう導入したとしても、わざわざその BI ツールにまあログインしてデータをこう見るというのは面倒ですという方も、メンバーの中には、運営メンバーの中にはまあ出てくるかもしれませんし、要するには、事前にこう従前な BI ツールの環境を用意したとしても、ちゃんとデータをこう見る人と見ない人っていうところは、どうしても出てきてしまうということもあるのではないかと思います。 こういった BI ツール、必要性は感じているものの、気軽には導入できなかったりとか、導入した上でもうまく共有できないみたいな課題をですね Amazon クイックサイトを使っていただくことで解決していけるんではないかと考えております。では、どのようにですねこういった課題を解決できるのかというところについて触れながらですね Amazon クイックサイトのご紹介させていただきたいと思います。 Amazon クイックサイトはですね、先ほどの,その BI ツールと呼ばれるものに分類されるソリューションとなっておりまして、サーバーレスな BI、クラウド BI ツールというところで AWS のサービスとして提供させていただいております。こちらのサーバーレスというのはですねサーバー、実際にこの BI ツールを動かす実行環境となるサーバーの管理が不要で、 まかつ、あの、負荷に合わせて、ま自動的にスケールアウトしてくれるなど、まサービス側で、え、インフラ面の調整を、ま自動的に行ってくれながら、あの、アクセスした際に、まちゃんとこの可視化のサービスとして使えるようになっているといったものでございます。また、クイックサイトの特徴としては、あの、サービス内にですね、え、高速のインメモリーデータベースを内蔵しているというところになっていますので、まこちらに、 データを分析対象となるデータセットをデータをアップロードしておくことによって実際にグラフで表示する際のデータアクセスの速度が速くなるのでグラフの描画にかかる時間が短縮されたりとかそういったメリットもありますというところでまさにその可視化に向けた構造をインフラの構造面でも可視化に向けたものになっているサービスでございますあとはですね費用面というところで当然データ活用していくといってもこう あの無限にこう予算をつけてデータ活用ができる、データ分析のためにまあ無限の予算をつけられるというわけではなく、ああ現実的にはあの運営の、当然ゲームの収益の中に収まるような、ああ運営のランニングコストとして受け入れられる費用に抑える必要があるかと思いますので、そこに対してもですねクイックサイトはまあ有効なものとなっていまして、 えー、まあ、ユーザーの利用したそのセッション単位での重量課金ということで、まあ、実際に使った分だけお支払いいただくという形になっているので、まあ、データ分析をした分だけお支払いいただく、まあ、それ以外の高額な初期費用などは発生しないといった、まあ、リーズナブルなサービスとなっております。まあ,あとはですね、えー、多様なアクセス手段ということで、まあ、その <laughs>、 例えばクイックサイトというサービスの中に分析のダッシュボードを作りましたといってもそれの中に閉じていて広く共有する他の手段がない可視化されたデータを見るためにはクイックサイトにログインするしかないといったような形になっていると当然そのログインが手までとかっていう形でせっかく可視化したデータをみんなが見るというところは みんなが見る機会が損なわれてしまうかもしれませんが、まあ、クイックサイトではです、ね、まあ、レポートだったりとか、まあ、アラートの配信、まあ、メールと連携してっていうところ、あの連携して情報を発信していくということができるようになっていますので、まあ、そういった形で,です、ね、こうクイックサイトのサービスに閉じずにです、ね、まあ、広くゲームの運営に携われているメンバーの方々に、分析のに関する情報を発信していくということができるようになっています。 はいまあ、それぞれの特徴をです、ねまあ、もう少し掘り下げてお話しさせていただきますと、まあ、そのクイックサイトはそのサーバーレスのアーキテクチャになっていて、まああのまあ、大規模にご利用されいただく場合でも、まあ、利用ユーザーの増加にサービス側で対応してくれるものになっています。はいまあ、あとはあのスパイスというその高速インメモリデータベースを内蔵しているということで、まあ、そのデータソースに、都度 問い合わせデータの問い合わせをするということもなくなりますし、あとはそのデータベースの管理も不要であったりとか、可用性もサービス側で担保してくれているという形になりますので、データの可視化にデータを可視化するにあたってのインフラ面のトラブルっていうところも、データソースに対するアクセスのトラブルっていうところも軽減されるものになっています。 あとはですね、じゃあ実際にそのデータっていうところ、どこから取ってこれるのかっていう話でいうと、ああクイックサイトですね、多様なデータソースにまあ接続できるものとなっておりまして、AWS 上のデータベースであったりとか、ほ他のストレージサービスというところとの連携に限らずですね、お手元の,の CSV ファイルだったり、Excel ファイルっていうところからですね、あ,あるいはースえっと他のまあサードパーティーの s a ス s っていうところにもあの連携、接続できるようになっていますし、あ,あとは Amazon アテナのフェデレーテッドクエリという、ま、あ 機能を経由することで他のデータを蓄積しているサービスやったりストレージやったりというところとも連携してデータを取得してきてクイックサイト上にアップロードしてクイックサイトで可視化するということもできるようになっています。また、リーズナブルなコスト体系になっているというところもう少し掘り下げてお話しさせていただきますと。ああ えー、ユーザーとしてはです、ね、あのクイックサイトでのユーザーの区分として、まず、オーサーとリーダーというものに分,かれ分けられます。 で当然ですね、このオーサーとリーダーでのアクセスというところがなければあの請求費用は発生しないというところになっていまして、具体的にですねオーサーとリーダーはどう違うかというところをお伝えさせていただきますと、オーサーの方は、例えばデータをアップロードしたり、ダッシュボードを作成したり、それを公開したりというところで、どちらかというと、分析データの分析を主業務とされていて、それを、そのダッシュボードとかを実際に作成される方の向けのユーザー、 ユーザーザタイプとなっていますでえ、まあ、一方で、まあ、その必ずしも自分はこうダッシュボードは作成しないけれども、まあ、分析され,、えー、されたデータを見たいというような方にとってはです、ね、まあ、こちらのリーダーを、えー、ユーザーを使っていただくことで、 まあ、あの、一回の、ま、ログイン単位での、えっと、課金で、かつ、ま、それには上限があって、ま、一ユーザー当たり5ドルと、え一月当たり5ドルという、まあ、あの、非常に低価格な形でですね、あの、ご利用いただけるものになっていますので、ま、大さを、こう、絞った上でですね、ま、リーダーユーザーを、こう、チーム内で、ま、できる限り広く取っていただいて、で、かつ、ま、そのアクセス頻度に応じた課金になるというところで、あの、実際の利用に即したですね、ま、低価格なご利用ができるのではないかと思います。 はい、あとはクイックサイトにログインしなくてもデータ分析を共有するというところで多様なアクセス手段を提供しておりまして例えばあの、社内のイントラのようなサイトにこう。 イントラのようなですねあのクイックサイト外のサイトにあのクイックサイトでの分析結果をですね可視化したグラフをあの埋め込むことができたりとか、あとはメールであの定期的にレポート配信ができたりとか、あるいはですねあのアプリから見ることもできるようになっているというところでございます。このようにですねあの BI ツールの運用の手間をできる限りサービス側で吸収した上えで、多くのユーザーにさまざまな手段で,ですね分析結果を見ていただけるようなサービスとなっておりますというところが、Amazon q u i クイックサイトのご紹介なのですが、じゃあ実際にデータを、分析したいデータを持っている場合に、どういった形で利用できるのかというところをこれからご紹介いたします。 でこちらがまああの簡単なあのクイックサイトのまあ利用イメージというところになっておりまして、まずです、ね、大、ま、沢、あ、あーー権限を持たれている方がまああのデータをアップロードしたり、あるいは他のデータベースのサービスと連携するなどして、データを a m Amazon クイックサイトに連携すると。でその上で、大沢の方がです、ね、データセットをもとに分析処理をかけたりとか、あるいはえとグラフによる可視化などの,まああの え可視化に向けた作業を行っていただいてそして、ダッシュボードとして公開するでリーダー権限のユーザーの方はそれをもそに作られたダッシュボードにアクセスして可視化されたデータを見るといった流れになります。 で簡単にですねまあここでデモのほうをさせていただきたいと思います。流れとしては、そのデータセットですね、まずえとアップロードされたデータを保存するというところと、そのデータセットをもとに分析を作成して、ダッシュボードとして公開して、分析を共有していくというところを簡単になぞっていきたいと思います。はい でこちらが Amazon Quick s i t まの画面となっておりまして、まああの、メニューとしてはシンプルにですね、まあ、ダッシュボードと分析とデータセットという形でですね、まあ、あの先ほどの利用イメージにあった、まあ、これがそのまんまメニューとして選べるような状態になっています。 まず、データセットをアップロードするというところでは、この新しいデータセットを作成するというメニューを選んでいただいて、さまざまな外部も含めたですね連携するサービスというところを選んでいただいたりとか、あるいはお手元のファイルアップロードしていただいたりというところになっています。今回はですねこの後のの後ダッシュボードのデモ をお見せする際にも使うデータをアップロードしてみるということで、こちらのですね、ゲームの売上情報を想定したデータをアップロードしたいと思います。はい。 でこれはちょっと時間がかかってしまうので、実際にアップロードしたデータというところで、今回はお話を進めていきたいのですが、実際にデータをアップロードすると、このような形で、その CSV の形式であれば、その CSV ファイルというところを読み取ったデータが、このクイックサイト上でも見れるようになっています。 ここでもですね、簡単な集計ロジックというところを実行させたりとかして、データの変換であったり、前処理といったところもできるようにはなっています。こちらのですね、実際にアップロードした CSV をどういうふうに視覚化していくか、可視化していくかというところですと、このようにですね、先ほどのデータセットの画面から公開して視覚化というところをやると、ああ えー、ビジュアルをえっ、ー、と整備していく画面に移ります。この中でですね、まああのさまざまなあのビジュアルタイプ、まあグラフが選べるようになっていて、そのグラフの縦軸、横軸になる値をまあそのカラム、カ、え、ラ、ー、業 列から選んでいくという形にはなるんですけれども、例えばですね、このオートグラフという機能を使うと、売上情報、セールス CSV というものを基にしているので、実際にその 売上げのプライスというところを押すと、その合計値を吉野に出してくれたりとか、あるいはこれをですね、売れた時間ごとの時系列データとして見たいという形にするとですね、売上上こが徐々に積み上がったり、あるタイミングで下がったり、急激に上がったりというところが見れるようになるというところでですね、例えば可視化の具体的なイメージが浮かんでいなくても、こういった形でですね、え、ー クイックサイトのオートグラフ機能を使って、吉、えー、なにこうグラフを作ってみるということで,です、ね、データ活用を試すということもできます。で最後にです、ねまあ、これをダッシュボードとして公開するということで、共有というメニューからダッシュボードとしての公開をしていくという形にしますと、まあ、例えばここで。 ダッシュボードの公開というふうにしますと、あとはリーダーユーザーからも見れるダッシュボードとして公開されるようになりまして、あるいはですねこれをメールレポートとして共有するなんていう設定も入れることができるので、これによって運営チーム内で広く分析データ、可視化された分析データの共有ができるようになるという仕組みでございます。はい 以上が簡単デモとなりまして、ま、あの、詳しくですね、あの、どういう可視化をしていくか、どういうビジュアライズができるかというのは、この後の、あの、他のソリューションアーキテクトによるデモをご参照いただければと思います。はい。最後にですね、機械学習の活用というところで、あの、機械学習を使った機能を簡単にいくつかご紹介させていただきます。機械学習を使うことによってですね、あの、クイックサイトで、あの、単純に可視化するというところだけでなく、ま、より高度な分析を導入していけるようになります。 例えば、異常検知というもの,をあのの機能を使っていただくと、異常えとまあ通常ではない、異常な数値の変動というところがあったときに、メールでのアラートなどの,あの配信も含めて、その異常をクエックサイト側で検知してくれるというものであったりとか、あるいは予測とワ t i F 分析というところで、時系列データを基にですね、あに、今後どういった数値変動がありえるかというところだったり、数値をこう変動 変動がこういった変動があった場合に、のどのようなあのシナリオの変化があるかということをインタラクティブに分析することができたりしますま。あ,あとは、機械学習の力といっても異、常異常検知や予測というところだけでなくですね、分析結果をこう文書で、 文章の形で自動的に伝えてくれるようにするといった自動ナラティブという機能であったりとか、あとはクイックサイト Q というですね自然言語による問い合わせ、クイックサイトに対する問い合わせに対してクイックサイト側が吉野に可視化したグラフを出してくれるというもので、これはまだ英語での あの英語のみの対応とはなっているんですが、そういった形で,で、必ずしもまああの一から可視化していく、可視化のグラフを作っていくことなく、データの可視化が得られるようになっていくというところもあの対応されています。さらに、高度なあの予測であったりとか、異常検知などの,ですねあの機械学習の,あの力を使っていきたいというところであれば、ああ ML 予測連携ということで、クイックサイトではなく、の別のサービスである a m Amazon 政治メーカーと連携して、 Amazon 政治メーカーで作られた独自の機械学習モデルを使って予測するといったことも可能になってきますので、このようにしてですねクイックサイトで可視化を行って、さらにデータ活用していくにはどうしたらいいかというときに、こういった機械学習の活用というところも考えていただければ、より高度なデータ活用していけるのではないかと思います。以上であのクイックサイトのご紹介となりまして、最後にまとめとなります。 でデータ分析においてですね、多くのユーザーがデータをこう正しく把握して改善に、ゲームの改善につながるインサイトを得るためには優れた可視化ツールが必要というところからですね、Amazon q c k s i サイトのご紹介をさせていただきました。Amazon q c k s i サイトは小規模から大規模の利用まで幅広く耐え得るインフラ基盤を持っている、またリーズナブルな料金体系、豊富な機能を 備えたクラウド BI サービスというところでございます。まデータを用意するだけで,ですね、簡単にま分析可視化の導入ができるというところで、ま操作デモも通して、まあ,あの。 GUI で,ですね簡単に分析のグラフが作っていけるというところをご紹介させていただいたところでもございます。また将来的には機械学習の活用もできるような機能も備えているというところで単純にこうデータを可視化するというところから始めて高度なデータ活用というところまでを1つのサービスで支えているのかなと思います。 そうですね。まあ、のまだデータ活用されていない、データ分析に取り組まれていないお客様をですね、まずは Amazon Quick s i t の利用からデータ分析というところにトライしていただく。そして運営チーム内でのデータ分析の文化を醸成していくというところにトライしていただいてですね、ゲームのさらなる活用にデータを、さらなる改善にデータをご活用いただければと思います。はい。 最後にですね、告知となりますが、あの、AWS Innovate AI ML Edition というものが2月24日にオンラインイベントとして、うん、オンラインイベントで開催されます。で、そちらでですね、私が今回のクイックサイトも含めてですね、もう少し、うん、あの、 データをこう実際にあの継続的に取り込むところであったりとか、あとはもっと高度なあの分析を行う、大規模なデータ処理を、データの分析を行っていくというところに関してですね、幅広くまあ触れて分析機械学習基盤をどう構築していくかということをご紹介しているセッションを、セッションの発表をさせていただきます。こちらももしご興味があれば、Amazon クイックサイト も含めて、まあ、さらにこう多くの AWS サービスを活用して分析機械学習基盤を作っていくにはどうしたらいいかというところにご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。はい、以上で私からのアマゾンクイックサイトのご紹介を終了とさせていただきます。 ここまでのところで、えー、何かご質問等ございましたらぜひツイッチの方で、えー、コメントいただければと思います。で、ここからは、まあ、先ほどあの渡辺さんからも説明があった通りクイックサイトではクイックサイトでのデモというところどういうか使い方をするのかというところを実際に見ていただいたと思うんですけども本日のイベントの目玉である実際にゲームのソリューションアーキテクトが このクイックサイトを使ってゲームデータをベースにどういうデータを作るのかというところをあのぜひ見ていただきたいなというふうに思っております。で、ゲームデータのゲームの KPI ダッシュボードというところになっておりますので、えっ、ー、と、 実はあ実際どういうゲームをテーマとして取り上げているかというところなんですけども今こちらスライドに出しております通りえっ、ー、り今回はあーソーシャルゲーム、えー、協力型で、えーま、ダンジョンを攻略していくようなスマホゲームをーイメージとしてゲームのテーマとしておりますでいろいろなダンジョンがあるんですけどもそのダンジョンをクリアしてレベルをアップして新しいダンジョンに挑戦できて るようなイメージですねであとソロのプレイだけではなくて、えー、フレンドと一緒にプレイするようなことも可能になってます。であとは、えー、そのダンジョンを攻略するにあたって、えーぶえー、必要な武器であったりあとはキャラあとはそのキャラクター自体の,そのスキンっていうところにも課金が可能なあイメージを持っていただければと思います。 今回はこういったあのソーシャルゲームのーゲームテーマで、えー、実際にダッシュボードを作るとどうなるかというところを実際にこれから説明させていただければと思いますではあ早速、えー、ゲームのダッシュボードをー見ていきたいと思いますでは最初にこれが目玉だったんですね ここまではクイックサイトの説明をさせていただいて、このイベントのイベントはやはりここ。これが目玉ですね。はい、<laughs> いや、皆さんもあの、今聞いていただいている皆さんも、じ,じゃあ、どういうゲームのダッシュボードが出てくるのか気になってると思いますので。ハ <laughs> ードルを上げていきましょう。では、早速見ていきましょう。<laughs> では、最初に、そうですね、鷲見さんの方からあのダッシュボード。 ぜひお願いしますはい今画面見えてますかねはい画面大丈夫です はいえー、と今回、私が作ったダッシュボードですけれども、えーと、プロデューサーやったことがあるということで、先ほどお,をお伝えしましたが、プロデューサー目線で会社に出社して、まず一番に見たいダッシュボードということで、昨日の売上に関する情報であったりとか、アクティブユーザーの外況、課金動向についてを一目で確認できるようなものにしております。運営型のののゲームの場合売上の構成要素を分解すると DAU、アクティブユーザーですね、と課金率と課金単価というところになってくるかと思いますので、このあたりを通知を中心に配置しております。配置している KPI につきましては、デイリーの売上ということで、昨日の売上昨日の売上が前日と比べてどうだったのか、あとはその月の月間の売上の累計、その月間の売上の累計が前月と比べてどうだったのか。 あとは、デイリーのアクティブユーザー数。そのアクティブユーザー数が前日と比べてどうだったのかというところ。あと、それ以外のところでは、新規登録ユーザー数、月間のアクティブユーザー数というところを並べています。あとは、課金周りの数値として、デイリーの課金者数、ARPU、アクティブユーザー全体での平均単価、課金単価。あとは、課金者全体の課金単価というところで ARPPU。あとは、 DAU、アクティブユーザーに対してどれぐらい課金ユーザーがいたのかという課金率というところを一目で見れるようにしております。あと、それ以外のところとしましては、画面下の方に、売上と DAU というところの推移を、この月の推移を見れるようにしておりますというところになっております。この棒グラフ、縦軸棒グラフが売上になってまして、こちらの折れ線グラフが DAU。 というところになっておりますで棒グラフについては、えーとまあ、さらに、えー、と詳細に構成要素を分解して、ユーザーの開始した、えー、ゲームを開始した月ごとの売り上げというところを見れるようにしております。であとは、えー、と売り上げについて、えー、とどこで何が誰に売れたのかというところを、まあ、一目で確認することができるように、画面の右側に、えーとそ,のえー、その日の売り上げの構成 どうなっているのかというところで、ストア別。どこで売れたのか。えっと、Google Play なのか、App Store なのかみたいな、ストア別の売り上げ構成。あとは何が売れたのか、商品タイプ別というところで、武器が売れたのか、それとも何かしらのゲームアイテムが売れたのか、スキンが売れたのか、みたいな、何が売れたのかという構成要素の内訳。あとは誰に売れたのかといったところで、いつ始めたユーザーが今課金をしてくれているのかというところで、 開始月別の売上構成みたいなところを一目で見れるような感じにしております、はい、簡単な説明は以上となりますありがとうございます今日の今日の売上を昨日と比べると落ちてる感じなんですねそこがやっぱり気になっちゃいますよねめっちゃ見やすい反面一目で、えー、と売上が減ってるのがわかりますというところですね,で,すねでもマンスリーでは上がってるマンスリーで見るともう前月は余裕で超えてますよと なるほど上がってる全体的なこれ傾向がここから、この辺から分かるってことですかね。そうですね上がってるところも下がってるところも、すごく <laughs> 目に入ってきますよね。いや、そうですね、色変えるのいいですねこれは何か色を変える設定とかをされたんですか えっとね、条件付きの書式設定ができるので、えー、っと前日との比較をして、えー、っと0より大きければ緑色、0より小さければ赤色みたいな設定をしておりますじゃあ、例えば何か敷地を設けて、それを超えたかどうかっていうところも分かるっていう感じですか、ね、そうですね。はい、なるほど なんか、プロデューサーの経験を生かして、このダッシュボードを作ったっていうところで、まあ、数字というところを。数字が正式り。数見たことあるような <laughs> ダッシュボード。ー数字が命みたいな感じがすごいですね。<laughs> 何か。結構、基本 KPI とかで。 <あ>うん、そうですね。いろんなお客さんで言われてるようなところですよね。ゲームをビジネスとして捉えた時の必要な数値を集めてるっていう感じですよね。うん、これだと。 そうですねやっぱりプロデューサーとして朝出社して一番にこれを眺めるというところをまあ重視してますというところで、分えっと他の方と比べてえとまあ字が多いのかなというところなんですけれども、やっぱり見たいのは昨日の結果なんで、重視しているところとしては、数字をすっきり見れるところというところと、大事な KPI については前日であったり、前月であったりと比較して、どうだったのかというところが一目で見れるというところは、重視しております。 ちなみになんですけど、これを、この今のこの図を、朝市すみさんが見たら、テンション上がる結果ですか、下がる結果ですか、これはどうでしょうね、まあ、売り上げ下がってるっていうところで、若干下がるかなっていうところはありますね。<laughs> <laughs> まだ DAU 上がってるし、いやみたいな。ただこれね、ちょっと気をつけないとまずいなっていう傾向を見て取れるのは、新規登録ユー,ザー数4000人いて、DAU が30しか上がってないんで。あ 4000ぐらい抜けてるぞっていうところは、<laughs> なるほど、<laughs> 何かしらそのイベントの終了日なんで抜けるんですよみたいなことがなければ、ちょっと注意したほうがいいかもしれないみたいなところはあるかもしれないですね。で、あと、そうですね、傾向として見てて、おって思ったのは、この12月24日、これ、12月のグラフなんですけれども。 12月の24日ぐらいから、えっ、ー、と、DAU の数がまた跳ね上がってるんですけど、売り上げのほうがちょっと下がっていってるというところ、普通に考えれば DAU 上がれば売り上げが上がるはずなんですけれども、売り上げが下がってるというところがありますので、このあたり、何かしら、えっ、ー、と、想定できる結果でなければ、何かしら追加の施策考えないといけないかなというようなことは、 えと言えるんじゃないかなというところはあるかと思います。なるほど。確かにこうやって時系列情報と まあ数字の積み上げ情報っていうところをい一緒に可視化できると、その日に、こう、例えば、じゃあガチャの更新をしましたなのか、それともこう盛り上がる、こう、ユーザー参加型のイベントをしましたなのか、まあそれで DAU を上がったのか、売上が上がったのかみたいなところが、まあ一度目で分かって、まあそれが、あの、いいタイミングだったのかとか、まああまりこう、高い売上で目指したけど、まあ跳ねなかったのに他の理由あるのかとか分析することにつながっていくんで、こういった時系列と、あの、数値の積み上げを まとめて見れるのはすごく便利ですよね。今回、この数字でバッと出てるところ、えー、合計12個ですかね、12個選択していただいていると思うんですけど、何かこの選択の基準とかあったりするんですかどうでしょう、でもあまり多すぎてもっていうところがあるので、やっぱり一目で。 見れるとなると、まあ、これプラスアルファぐらいかなというところはあるのかなというところ、あまり数字ばっかりになっても追いかけづらくなりますし、ですねまあ、あとこれ以上深掘りするのであれば別のダッシュボードでみたいな感じですかね。なるほど。これは今、一番下の売り上げのグラフ。 12月のデイリーで作られてる形ですかね、そうですね12月のデイリーの売り上げが12月1日から30日まで並んでる、積み上げ棒グラフで、えーっとまあ、ユーザーの開始した月別に集計して、それを積み上げていってる感じです。 なんで、まあ、これを見ると、えー、12月30の売り上げは、えーとまあ、ほぼほぼ8割ぐらいは、12月に開始したユーザーですよっていうのが、見て取れる感じです。最初に、最初に課金したくなるゲームってことですね。そうですね。うん。とりあえず課金で、お金でスタートダッシュみたいな、<laughs> <laughs> 何かしら最初の1週間しか買えないみたいなアイテムがあるのかもしれないね。ああな,るなるほど、なるほど。 リアル <laughs> なんかこれ、日付別だと思うんですけど、これ、マンスリー別とかも見れたりする形なんですか、ね、そうですね、まあ、別のダッシュボードでは、えー、とこういったマンスリーのものも準備してたりとか。 いうのはやったりするかなと思って、まあちょっと協会は詳細には触れませんが、こういったこともできるかなというところで、まあマンスリーの売上ノン構成見たり、構成品見たりみたいなことはできるのかなというところですね。ありがとうございます。<laughs> いや本当にいろいろと聞きたいこと <laughs> もっとあるんですけども、うん、あの、まあ、時間もありますので、何か皆さんあの。 気になったところあれば、ぜひチャット上に、あのー、コメントしていただければと思います。今、生々しいという。架空のデータです。そうですよね。<laughs> <laughs> そうですね。今回、あの、サンプルの、あの、サンプルのゲームで、サンプルのデータを用意しております。はい。何か、あの、自分では、こう、自分なら、こうするなっていうポイントとあれば、あの、ぜひコメントとしていただければと思います。 ちょっとあの時間もありますので、すみさん、あの一旦ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、では、次に、えー、石井さんあの、お願いできますでしょうかこの後に出すと、ハードルが高いような気もするんですけど、<laughs> ちょっとガラッと雰囲気を変えていこうかなと思います。僕が 勝手に想想定して想像して像たのはゲームプランナーの方が、まあ、一緒ですよね。朝一とりあえずデスクに座って、自分のパソコンでこう見たい画面っていうで。やっぱりこのゲームプランナーの方は、もうダンジョンのチューニングに命を捧げてるような、そういう方ですね。でこれ、同じゲームのデータなんですけども、日々そのダンジョンをこうみんなが、全プレイヤーが心地よくプレイできてるかっていうところにこそ、そこを一番気にしているっていう。 やっぱりゲームプランナーなんで、あの、見た目もかっこよくしたいんで、やっぱダーク、<laughs> ダークな感じで、ダークモードで仕上げてきたっていうところですね。<laughs> そしてちょっと英語でちょっとおしゃれに書いてるみたいなところもあります。で、これ、ダンジョン別に基本いろんなデータがなってるんですけどでそ、そこもこう、同じダンジョンは同じ色っていうところにちょっとこだわっております。なので、こう、すごい、 見づらくてこのダンンジョンなんだっけみたい、ね、なるところも色さえ覚えてればそれでいけるという、まあ、基本的にダンジョンが増えることはそうそうないと考えた上でそのもうデザイナーの人がそのイメージしてる色を各ダンジョンにも勝手にアサインしてるみたいなそんな感じですねできちんとこうクリアできてるかっていうのを見たいので 左上の、やっぱり左上にこうちょっと大事なのを持ってきがちだと思うんですけど、これはちょっと、そのダンジョンにどのぐらいのモンスターをこう配置してるかっていうところのその,その数ですね。どうやら異常にダンジョン10は、10番目のダンジョンは異常にモンスターが多いみたいですね。<laughs> まあすごいもうわちゃわちゃ系の、<laughs> これが意図的なのかそうじゃないのか、まあ、彼の味噌汁みたいなところで。で、次に横にあるのが、これは、 えー、クリアしてるのか、クリアできなかったのかっていうのをダンジョン別にこう図になってる。この、この、やっぱこのきれいにこうピラミッド状みたいになってるのがやっぱ理想というか、ダンジョン下から1の方はたくさんの人がプレイしてて、その中でもまあ半分手前ぐらいがクリアしてて、その他の人はちょっと失敗してますよ。ひょっとしたらこれ、最初のダンジョンなので、もうちょっと9割ぐらい持ってた方がいいかもしれないですよね。結構下のところは <laughs> ち,ょち,ょちょっと絞りすぎ。チュートリアル終わった後にいきなりキッツンみたいな。<laughs> 半々ぐらいで失敗するんだけど、みたいな。で、これ、プレイタイムのやつですね。次のやつは、どのぐらいプレイしてるかっていうところで。で皆さんもうさすがに覚えてると思いますけど、この色はダンジョン1の色なんで。この <laughs> で、このダンジョン1がやっぱりみんなプレイしてるよね、一番。 で次、ダンジョン10、20と、まあ、これ、その間のダンジョン全部ちょっと、数がものすごく多かったので、飛ばして、10飛びで一応やってるんですけど、まあ、まあ、大体想定内ぐらいの感じかなと、プレイヤー数に順じてこのぐらいになるかなっていう。で、次のところも、えー、この1つのダンジョンにかけてる時間の分布で。 これダンジョン1、この色はやっぱり一番最初のダンジョンなんで、みんなこう苦戦しながら、半分やられてるぐらいだし、苦戦しながら時間かけてるとで。どうもダンジョン60が結構時間がかかるような雰囲気になってると。で逆にダン,ンダンジョン30とか、すごいサクサク感が出るような、そういう風になってるのが分かるというところと、でこの右側にこう縦長にしてるのは、これはダンジョンのレベル別にどのぐらいの人がクリアしたかっていうのが書いてますか。上から 数字がこれ見づらいかもしれないですけど、2になってるんですけど、2, 2, 2>, 2レベルのやつが一番みんなプレイしてるし、クリアしてると。ので、1レベルのやつがこの6レベルの次ぐらいにクリアされた。多分この原因、これですね。これ絶対設定し直した方がいいなっていう。 初 <laughs> 見殺しみたいなところがあるんで、他を見ると、2、3、4、5、6、1がいきなり来て、7、8、9、10ってなったら、この辺はいいよねって、ここはもう毎朝見て、ここがこうきれになってるのをこう確認したいなっていうところです。これ、リアルタイムでこうプレイヤーがどん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 プレイしていけば、ここのプレイ時間が伸びていくのも見えるので、まあ、 そのプランナー目線で見てのその KPI の見方みたいなところもここを中心にこう数字として見ていくちょっと売上とかっていうよりかはどのぐらいみんなが遊んでくれてるかっていうのを見ていけるといいなと思ってここだけはちょっと数字にしてみましたでさらにちょっとだけ下に行くとこれはあの下にある数字がレベルになってるんですけどで,で横の数字が、えー、これがどのぐらい、えー いろんなダンジョン、どこのダンジョンと関係なしに、どのぐらいダンジョンをこう攻略したかっていう、その数になって、なてレベル79の一番レベル高い人がやっぱ83、4回ぐらいクリアしてると、でレベル2の人は逆に2回ぐらいしかクリアしてないで、ここ,こ、バンプがくっくっと上がる場所があるんですけど、ここはあの、XP がこうバンともらえる瞬間みたいな。 これだけいくと、一気に XP もらえて、こうみんなのレベルがちょっと上がって、でこ,のこ,のこの間は XP がなかなかあんまりもらえないのかな、なんなのかなみたいなところですね。で右下のところ、これ最後のところなんですけど、これは武器別で、えー、いろんな武器を持っていける、そういうゲームっていう設定にしましたので、その武器別で。 この攻略が失敗したか成功したかっていうところ、ちょっとデータが綺麗すぎるのかもしれないですけど <laughs> まあこのゲームはすごいバランスよくて、どの武器も関係ないよっていう <laughs>、そういう、どの武器も関係ないけど、最初のダンジョン、めちゃくちゃ難しいから気をつけてねっていう、そういう <laughs> ゲームになりましたというところですありがとうございます。はい なんか細かいところですけど本当に色別に、あのー、大事ですね、はい、全全てのダンジョン色別に分けられてるっていうのは一目で見てめちゃくちゃ分かりやすいですね、うん、ゲームプランナーの石井さんにちょっと聞きたいんですけどこのグラフを見て、はいはい、<laughs> このグラフを見てどういうゲームプランの変更を考えられますか ま,あまずはやっぱりこのダンジョン1をもうちょっと弱く簡単にしたいなっていうところとこのダンジョン10は逆にエネミーをあのモンスターをたくさん置いてちょっとわちゃわちゃ系で面白くなるようにって遊んでみたもののそこまでなんか時間攻略時間にかかってるわけでもないしひょっとしたらそんなに楽しんでないかもしれないなって。 ういうところから、まあでも結構な人がプレイしてるし、ちょっと様子見つつ、こういうのをもっと増やすか、増やさないか決めていくっていうところですかね。うん、いや、ダンジョン01が、クリアとフェイルがちょうど半々なのは、ね、先ほどの,あの料金の KPI で課金が <laughs> あ<の>、あ<ー>あ、そこと繋がってくるのかもしれないですね。 そういうゲーム設定なのかもしれないですね、あそ,うですそうです、あもうそうです、わざと辛くしてあの課金したくなるようなあの途中で、途中でこのもう一回追加課金したら、ダンジョン1、もう一回途中からできるよみたいな、そういう設定にしたっていう、うん、そういう感じですね。面白いでですよね、うん、なんかここまでスミささんんと石井さんに ダッシュボードを作ってもらったんですけど、なんかそれぞれの味が出てるというか、立場によって見るポイント、<laughs> グラフの作り方も全然違うので、非常に見てて面白いですね。<laughs> そうですね、同じ1つのゲームでもいろんなダッシュボードがあってもいいのかなっていう気もしますよね。なんか結構1つのダッシュボードだけけで会社全員がそれを見なななきゃいいいみたいな ところも多いのかもしれないですけど、まあ、あえていろんなダッシュボードを作って、でそれぞれがそれぞれのロールに合った見たい図を見て楽しむっていうのも、1、まあ、つのこういう楽しみ方かなというところですね。クイックサイトだと、こうやって簡単にあのいろんな人ってシェアしたりとか、追加したりができるので、そういうのもやりやすいのかなとは思いますね、うん、ありがとうございます。 いろいろと他にも見たいデータはあるんですけどもあのお時間もありますのでちょっと次の方のダッシュボードに移りたいと思います、はい、石井さんありがとうございましたはい、はい、ありがとうございますでは最後に山本さんのダッシュボードをよろしくお願いいたしますはい、はいえー、こちら画面は見えておりますでしょうかはいと今 お二人のスタイリッシュなダッシュボードとは打って変わって、ちょっともっさりしたダッシュボードにはなってしまったかなぁと思っているんですが、えっと、まあ、シチュエーションとしましてはあ、私もですね、ゲームのプランナーが、あ ここは2人、お2人と違っているところなんですけれど、日々見る KPI ダッシュボードではありません。どちらかというとですね、だいぶディープして、えー、ダンジョンにフォーカスを当てたあ、今回ダッシュボードを作ってみました。で先ほど石井さんも少しお話しされておられましたが、えー、ダンジョンって失敗するんですね。で、積み上げ式になっていくと。クリアしたら次のダンジョンに行ける。 その次クリアしたらまた次のダンジョンいけるというようなゲームなので今回はですねこの真ん中の左上の図にあるように各ダンジョンごとで滞留しているそこでとどまっているユーザーを棒グラフとして表してみました。今回色別 色がついてると思うんですけど、これはあえて私のほうでつけた色でして、今回、セグメントと呼ばれるゲームのプレイヤーを分ける仕組みというか、あ概念を取り入れてみてですね、なんとなくこの辺りが1つのまとまり、一つのま緑が1つのまとまり、紫が1つのまとまりというような形で、えー、この1つ1つのセグメントごとにどういうユーザー動向が あるのかというのを詳細に分解していくダッシュボードにしてみましたとなるほど、これはあれですかね、ハードコア、ちょっとカジュアルプレイヤーみたいな、そういう感じに当てはまる感じかなっていう感じですかねそうですね、なので、一番左側のセグメント1、黄色い部分はやはりまだ初心者ですね、で中級者、上級者。 であやっぱり,やはりゲームのプランナーとしてはその初級者を中級者に上げたいわけですよね。で、初級者が買っているものをこちらにリストアップしてランキング形式では出してますと。で、中級者が買っているアイテムのランキングを出しているんですが、つまりですね、この中級者のアイテムを初級者にも買ってもらうことで、レベルを上げていただく。 まあそんな施策を打つためのダッシュボードとなっております。で中級者に関しては、まあ、もちろん上級者がどういう動向をしているかという,う、まあ、アイテム購入ログからですね、えー、インサイトを得て、えー、施策につなげていく、そんなことがあできるようなものとなっております少し経路が違っったダッシュボードになってます。 イベントとか、人によってこう見えてくるストアのアイテムを変えていく作戦というのをここから出していったりするわけですね。うん、そのセグメントそうですね。うん、はい。なんかここ、そういうようなことをすることで。はい、どうぞどうぞ。<laughs> いや、すみません。ここまでのダッシュボードと違って、こう、ぱあの、最初に一目で見るっていうダッシュボードとは違った使い方で、めちゃくちゃ面白い。 ラッシュボードですね<く>何かこのグラフから読み取れるようなポイントとかあったりしますか、このゲームに対して。そうですね読み取れること、まあ、なんでしょう、まあ、ゲームバランスとしてはうまく作れているのかなと思っていてですね。 まあ初級者と中級者、上級者の対流は結構ババラにまばらに、ロングテールな形でダンジョンは設定されているので、そういう意味では、ゲームバランスというのは非常に優れているものなのかなというのは見て取れるかなと思います。 プランナーのかプランそうですね、そんな形のものを作りましたこの,あの色分けは自分でされたっていうところなんですけど、こういう設定もクイックサイト上であの簡単にできるものなんですかそ、うん、そうですねははり僕もそのりのあたポリシーは まあ、先ほどの石井さんのようにです、ね、初級者はできれば黄色、はいで、中級者は緑、紫は上級者のような形で,です、ねと、ある程度こう統一感のあるものじゃないと、まあ、日々のダッシュボード、まあ、これは日々ではないんですけど、まあ、やはり見たくなるような <laughs>、一回頭を使わないといけないダッシュボードってなかなかしんどいんですよね。 そういう意味では統一感のあるものにした形ですす、うん、ありがとうございますなんか紫のところを見ると、スルメ芸なのかなっていうのが見えてきますよね、うそうですね、少しずつクリアしていくような、そん,ん,ん,、うん、んな形ですね。うんうんうん なんか割と低レベル帯の第一セグメントでも平均プレイ時間が100、200に近いような <laughs> 値になっていて、すごく <laughs> やり続けるようなゲームになってるのが見て取れますね <laughs> やり込み要素が強いんでしょうね。う <laughs> なんかさっきからちょっと気になってるのが、上に強プレイヤー分析っていうダッシュボードが <laughs> 見えるんですけど、見,見えますね。そうですね。ありがとうございます。これはですね、今回のゲーム、最後のダンジョンが71なんですよね、ダンジョン。で、そこのダンジョンを最速でクリアした。 トップ10、トップ100ですね、のプレイヤーの傾向が、他のプレイヤーとどう違っているのかっていうのをちょっと見てみたくてですね、一つダッシュボードを作ってみたんですね。平均のプレイ時間とか見ると、全体でいうと21レベルだったり、1300時間なんですけど、この強いトップ100のプレイヤーはですね、84レベルだったり、プレイ時間が6000時間、6500時間と。 なかなか <laughs>、やり込まれてる方々が見て取れると。で、そういうトップ100のユーザーがどういうようなアイテムを買われているのかっていうのをツリーマップで表した。こんなものも今回少し作ってみた形です。こういうところからなんでしょうねあ。今日プレイヤーの一個手前の人。 に、このアイテムを買えばもっと強くなるよとかっていうことが、まあ訴求できるようなものとなっているわけですね。あ、そういうようなトップ100。本当にフォーカスしたセグメントからの分析ということも、クイックサイトを活用するとできるということをご紹介したかったまあ、デモになります。はい。 確かに、強プレイヤーの方とかは、あのー、本当にイメージですけども、かなり課金もされてるような <laughs> ケースが多いかなと思うので、<laughs> ゲームのマーケティングとか、あの試作を打つ上では、重要なポイントにはなりそうな分析のダッシュボードですね。うん。ありがとうございます。はい。ちょっと本当に、あのー、いろいろと気になるところ、他にもあるんですけども、 えと20時、予定の20時を回っておりますので、ちょっと、あのー、そろそろ締めの方に入らせていただきたいと思います。で、えっ、ー、と、今回、3社3用の、あのー、ダッシュボードを作っていただきました。プロデューサーの方、あのー、ゲームプランナーの方、またゲームプランナーをだいぶディープするような方、それぞれのダッシュボードを作っていただいて、本当に立場とユースケースに合わせて、 クイックサイトを使って分析できるのが非常に素晴らしいポイントだなと思っております。で割とクイックサイト KPI ダッシュボードというところで、あのやはり料金的なところです、ね、あのがメインになるかと思っていたんですけども、こういう形でゲームプランニングにも利用できるというところが分かって非常にあの面白かったなというふうに個人的にも思っております。はい、ありがとうございます。 えー、ということで、えーと、本日はですね、えー、Amazon クイックサイトのご紹介デモ、プラス、えー、ゲームソリューションアーキテクトが作るゲーム、えー、ダッシュボードのサンプルというところをおご紹介いたしました。で実際、今回のセッションをご,か、えー、ご覧いただいて、あのー、自社のゲームのデータがこういうものがあって、こういう分析をしたいんだけどというようなご相談等はございましたら、あのー お近くの担当のソリューションアーキテクトや担当チームの方にぜひご連絡いただければ幸いです、はい。それでは本日1時間となりましたが皆様お付き合いいただき誠にありがとうございました。また今月ですね、ちょっと今画面に映させていただきますが2月24日に AWS AI ML Edition のセッションもございますので、こちらもご参加いただければというふうに思っております。えー、それでは、あ1時間あの、皆様ご参加いただき誠にありがとうございました。では、えー、本イベントを終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。